裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。真島ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けてお前を東城会に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあるんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。はっ、律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ、親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前に
あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんだろ。分かってきたね、真島ちゃん。真島？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこや？はあ？何言うとんねん、あれ。俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷の仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。
せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、道聞くみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせえよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。結果は分かりきっとるや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで、我、はあ、懲りひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる。ほんまに知らんのや。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。西谷の仲間ちゃうんか。親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことか。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。え？脅されて口悪いような組員やからや。口の軽いヤクザやすか。あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば、留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。
俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや、ダチか。俺はダチあらへん、西谷の敵、バリッバリの敵や。敵と名乗る奴をわざわざ引き合わせると思うか。ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深い奴や、嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろうしね。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる、なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい。まじまあ言うたな、ちょっと一杯付き合うてくれるか。ああ、ちょうどええとこに、ほら船も来たしな。屋形船、お座敷遊びでもするんか。黙って乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島優太な、お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ、ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会ったばかりや、あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう、西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな、幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か、戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うても
ここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん？この闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうだろ。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ、まず1年はもらん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら、てこ入れになるやろな。俺に出場せえ言うんだ。何も1年間戦え言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええねん。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか。ああ、ええで。3人勝ち抜けばええんやったな。そう簡単に行くとええけどな。ま、安城頼んまっせ。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャーチャップマン。ジンジャーチャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた石岩の男、マジマー。さあ、時間無制限、ルールなし。レディーファイト。
次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。マジマゴロウ、果たして2連勝なるか。レディキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし、 It's showtime。
久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたの約束は守ってもらうで。分かっとる、ついてき。汚い川の底に穴いなもんがあるとはな。汚いもんがいろいろ隠してくるとんや。水底なんか見えへん方がいい。ああ、みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん、昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに川は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。ガイシャは片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ、殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。な、ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？
ああ、もう大丈夫や。早いとこ西谷に会わせてもらおうやないか。よっしゃ、ほな行こうか。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっつい互角人捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんどこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。でもしたんか。お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でもケリつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言ってんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない
第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そや、酒買ってきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。本当もそうちゃうか。あ、せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと。拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれまいてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとわしごっつい期待してしまうで。真島君、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうんや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。ゾクゾクするわ。Ooh!
なや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたんや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東上界の直系組織や。東上界直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁、セラ・マサルや。セラ・マサル？数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が二つも誠狙っとんの？二つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島の親父や。島野っちゅうと東上界の島野か。なあ、セラも島野も東上界や。ほんなら東上界ついでや、わしも教えたる。あ、わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東上界の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部東上界や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、東上界の内輪揉めなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。え？真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど余らないで。日教連は何やと。東上界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。
佐川と組んでる以上、マコトちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ殺しやなくて、柄を押さえて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めば、とりあえずマコトちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたら、そのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園。まあ、いや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園っちゅうのは。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。まことちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出して。チェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なんや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。おっちゃん、逃げや。西谷。なんやねんな。おっちゃん。お前リリケンさんには用をしてもろたんですがね、娘が大学行きたいなんていうもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。感じやないかい。にしたな。
かしおっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島くん、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや、さっさとくたばらんかい。生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。